ったのは1歳の時、両親が農作業中、一瞬目を離した隙に誤って脱穀機に手を突っ込んでしまう。右腕の肘から先を失う大怪我だった。幼い頃から左腕だけでの生活を余儀なくされた高宮。そんな彼に、学校行ったら高宮君のこと助けてあげるのよ。うん、俺が代わってあげるよ。そんな周囲の気遣いがたまらなく嫌だった。高宮には右腕を失ったことよりも辛いことがあった。私たちがちゃんと見ていればこんなことにはならなかったのに。親に負い目を感じてほしくなかったのだ。6歳になったある日、高宮は母と共に剣道場を訪れ、気迫あふれる剣士たちの姿に釘付けになる。お母さん、僕も剣道やりたい。やってみようか。うん。母は反対しなかった。興味を持つことなら何でもやらせよう、そう決めていた。だが、初めて住む壁が立ちはだかる。片腕では竹刀を振るスピードが圧倒的に遅い。しかも簡単に竹刀が弾き飛ばされてしまう。しかし高宮は諦めるわけにはいかなかった。自分に負い目を感じている両親、それを取り払う方法は一つ、強くなって誰とも対等に戦える実力を証明する。高宮は左腕を徹底的に鍛えた。ビール瓶に砂を詰め振り続ける。片腕でも絶対に強くなってやる。努力を重ねた高宮は、左腕だけで鋭い振りを習得。中学高校ではレギュラーとして活躍。片腕の剣士として広く知られるようになった。そして故郷熊本を離れ、名門大阪体育大学に進学。しかし、さらなる壁が立ちはだかった。全国の強者が集まる剣道、パワーもスピードも片腕では到底かなわなかった。試合に出て、あまり見事に胴が決まった。高宮の勝利。相手が攻撃に出ると同時に竹刀を短く持ち替えた。そしてわずかに空いた胴を捉えた。高宮は竹刀を持ち替える片腕ならではの戦法で勝利した。場内からは大歓声が巻き起こる。逆転勝利に両親は涙が止まらなかった。試合後、高宮の口から出た言葉、それは、片手だったからここまで来れたんじゃないかなと。片腕でも何でもできる、そう思い込んでいた高宮だが、彼は片腕だからこそできるという境地にたどり着いたのだ。しんどいことに逃げないで立ち向かっていく、しっかり頑張っていれば、まあ、結果はしっかりついてくる。血のにじむ努力、不屈の精神が自らの逆境をプラスに変えた。現在彼は中学校の教師となり、剣道部の顧問として子供たちに負けない心を教えている。